ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の先の内田です。本日は木津川市白山台にございますビオーレ白山台という物件をご紹介させていただきます。こちらは 2LDK の賃貸アパートとなっております。まず最初にご紹介するのはこちらの LDK のスペースとなっております。こちらはですね、この部分にダイニングテーブルですね、あと南向きの窓側の方にソファーやテレビなどを置いていただいて、ご家族でゆったりとくつろげるスペースとなっております。こちらの LDK にはこのように最初からエアコンも1台ついておりますので安心して使っていただけます。また、ですね、こちら引っ張っていただければこのようにですね、室内の物干しが出てきますので雨の日などですね、洗濯物を干す場所に困ることもございません。またいらない時はこのように収納することもできます。そしてこちらのリビングからですね、このように専用庭のようなものに出ることができます。こちらには水道がついておりますので、お花に水をあげたりすることもできます。リビングの隣がですね、洋室、そのまま洋室となっておりまして、このようにですね、広げて広く使うこともできますし、もちろん半透明の仕切りもついていますので、寝室などプライベートなお部屋として使っていただくこともできます。そしてこちらの洋室にはこのように結構奥行きのある、また高さもある収納がついておりますので、また中も3段に分かれてますので非常に使いやすい収納となっております。それではですね、洋室もう一つご紹介させていただきます。こちらがもう一つの洋室となっております。こちらの洋室には、このようにですね、こちら開けていただければこちらもかなり、奥行きのあるクローゼットとなっております。服をかけるものなどもついておりますので、すっきりと収納していただけます。またこちらですね、上にはこのように明るさも調節できる、結構おしゃれな間接照明であったり、こちらのボタンを押していただければですね、空気清浄機の方もついてますので非常に快適に、過ごしていただくことができます。それではキッチンをご紹介させていただきます。キッチンは人気のカウンタータイプとなっております。最初から2口のガスコンロがビルトインされているシステムキッチンとなっております。収納の方もぐるっと回っていただければこのように非常にたくさん下に収納がございますので、お鍋などは全部入れていただける、そんな形となっております。またキッチンの横にはこのようにリモコン給湯のものがありますので、家事をしながら温度の調節などもしっかりとできる便利な機能となっております。またこちらのお部屋なんですけど、こちらですね、まずモニター付きのインターホンがついております。さらにですね、セコムのホームセキュリティもついてますので、非常にセキュリティ性の高い物件となっております。それではこちらですね、水回りをご紹介させていただきます。まず、こちらのお部屋の最大の自慢点でもあるこのお風呂からご紹介させていただきます。こちら一坪風呂を採用しておりますので、大人の方でも足を伸ばしてゆっくりとくつろぐことができます。また、浴室乾燥機や、窓の方もございますので、しっかりと換気を行うこともできます。そしてお風呂を出ていただければ、洗面所のスペースになっているんですけど、洗面所もかなり広くなっております。洗面台もかなり、幅の広いものがついておりまして、もちろんシャンプードレッサーとなっております。洗濯機の方はこちらに置いていただいて、こちら上の方にはですね、高さを変えられる棚がついておりますので、こちらの棚も使っていただいて洗剤などを置いていただける形となっております。それでは最後、玄関のスペースとなっております。まず玄関のこちらですね、入ったすぐのところにはウォシュレット付きのお手洗いがございます。そして最後、玄関ですね。玄関にはもちろん下駄箱や姿見などもついておりますので、朝の身支度最終チェック、ここでできるんじゃないでしょうか。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了させていただきます。詳しい条件等は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。